全ギリシャ社会主義運動。全ギリシャ社会主義運動。全ギリシャ社会主義運動。ラテン文字転写、略称は2018年3月まで存在していたギリシャの中道左派。社会民主主義政党。社会主義インターナショナル加盟。2012年以前まではギリシャにおける二大政党の一翼を担っていた。2018年に 変化のための運動が結成されたことで党の活動に幕を下ろした。ギリシャの軍事政権の崩壊及び民主政治の回復により、1974年9月に設立された。創立者はアンドレアスパパンドレウ、元首相ゲオルギオスパパンドレウの息子。当時の政治目標は、全国独立、主権在民主,主義、社会解放、 民主プロセスの四つを掲げていた。パパンドレウは、マルクス経済学の学者であり、当初の PASOK、OK、は、左翼ナショナリズムかつ急進的な社主義の色彩が強く、当時ユーロコミュニズムの機種であったイタリア共産党を、右寄りと批判するほどの急進左派政党だった。1974年11月の選挙では、コンスタンディノス・カラマンリス率いる保守政党、新民主主義党、 ND が第一党となり、PASOK、OK、は投票率13.5%で15の議席を得るに止まった。1977年11月の選挙では前回選挙の2倍の得票を得て92の議席を獲得した。1981年10月の選挙で PASOK、OK、は得票率 48%173 議席を獲得。 ギリシャ発の左派政権を樹立した。パパンドレウは NATO へ、ギリシャが参加を続けるか脱退するか、EEC、後の EU へ加盟するかの問題で、NATOEEC への脱退、不参加を訴えて選挙キャンペーンを行ったが、政権獲得後すぐに考えを変更し、EEC へのギリシャ加盟のための再交渉を始めた。1985年には、PASOK、OK、政権が、 大統領が持つ権限をほとんどなくし、首相及び内閣により、権限を与えるよう憲法を改正するなど、徹底的な社会改革が実行された。1985年6月の選挙で、PASOK、OK、の得票率は45%で161の議席を維持した。1989年6月の選挙では、PASOK、OK、の得票率は40%まで落ちた。 この選挙結果の影響で政府は行き詰まり事態を打開すべく11月に行われた別の選挙は同じ結果を生んだ政治危機が続いた後1990年4月の3度目の選挙により ND へ政権は移行したこの頃冷戦が終結したこともあって社会主義インターナショナルにようやく参加している欧州の主要な社会民主主義政党では 最も遅い方の加盟であった。パパンドレウが、においての不正に関与した疑いで起訴されたとき、PASOK、OK、は内部対立を起こし危機に陥った。パパンドレウは、最終的に無罪が確定した。また、1993年10月の選挙で、パパンドレウは、勢力を回復するために、マケドニア共和国とキープロスの問題に対して、愛国心に訴える主張を行い成功した。 1995年には、パパンドレウの健康が悪化を始めた。PASOK、OK、はリーダーシップを発揮できる者がいない、危機的状況に陥った。1996年1月、パパンドレウは健康問題により首相辞任を余儀なくされた。公認の首相には、PASOK、OK、の近代化を訴える、西欧統一主義派の候補であるコンスタンディノス。 シミティス元商工業大臣が治した。同年6月、パパンドレウは死去した。1996年9月の選挙で、シミティスはギリシャがユーロ圏に入ることを主張した、パパンドレウ時代優勢だった。PASO、OK、系内のギリシャ民族主義的勢力は減退していた。1997年9月にはギリシャでの2004年。 アテネオリンピック大会開催を決めることに成功した。2004年1月、シミティスは、PASOK、OK、指示の低迷を理由に、党首辞任を発表。2004年2月8日に、党首選挙が行われ、創立者、アンドレアス・パパンドレウの息子、ゲオルディオス・アンドレアス・パパンドレウ、祖父と同盟が就任した。しかし、2004年3月7日の総選挙によって、 PASOK、OK、は政権を失い、再び野党となった。2007年の総選挙では、与党 ND の支持率が下っていたものの、PASOK、OK、も支持率を落とし、議席数をさらに減らす結果となった。2009年10月に行われた総選挙では、得票率を伸ばして、過半数となる160議席を獲得。5年ぶりに政権を奪回した。しかし、 政権脱会直後に ND 政権下での巨額の債務隠し問題が発覚し、ギリシャ経済は経済危機に陥った。経済危機の中2011年にパパンドレウは首相を辞任し、翌2012年には党首も辞任。エヴァンゲロス・ベニゼロス財務省が党首に就任した。与野党合意によって行われた2012年5月の総選挙では、 緊縮財政政策に対する国民からの反発を受けて支持を大幅に減らし、得票は前回選挙の44%から13%に激減41議席の獲得に止まって第3党に転落、決闘以来最低の結果となった。総選挙後の政権交渉が失敗に終わった結果、6月に行われた総選挙では数議席減となった。6月20日、 選挙で第一党となった ND と連立政権を発足させることで合意が成立したが、PASOK、OK、自体は、格外協力を選択した。2015年1月25日に行われた総選挙では、選挙直前に元首相、前党首のパパンドレウが PASOK、OK、を離党して、新党、民主社会主義運動を結成したことも影響して、会より、 さらに議席と得票率を減らし、極運の黄金の夜明けや共産主義を掲げる、ギリシャ共産党にも抜かれ、議会第6党にまで落ち込んだ。同年9月に再び行われた総選挙では、民主左派と政党連合を組み、前回より4議席増の17議席を獲得して、第4党になった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。